は本当に近年まれに見る大激戦となりました。2017Jリーグ得点王に輝いたのは最終節ハットトリックでの大逆転、川崎フロンターレ小林悠選手です。おめでとうございます。どうぞステージにお越しください。J リーグ女子マネージャー佐藤美希さんです。佐藤さんは第38回トリプロタレントスカウトキャラバー2013グランプリを受賞。 J リーグ女子マネージャーには2015年に就任し、精力的な活動で J リーグを盛り上げてくれています。そして副賞プレゼンターとしてキャノンマーケティングジャパン株式会社ブランドコミュニケーション本部本部長上野敦史様、アディダスジャパン株式会社副社長、アディダスマーケティング事業本部長トーマス・セーラー様、どうぞステージにお願いいたします。小林選手には正賞としてブック型盾と賞金100万円が贈られます。ミラーレスカメラ EOS M6 ダブルズームキットが贈られます。続いてアディダスジャパン株式会社よりアディダスゴールデンブーツが贈られます。ありがとうございました。プレゼンターの皆さん、どうぞお席にお戻りください。それでは小林選手に一言いただきたいと思います。平瀬さん、お願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。この得点王の気持ち、ちょっと皆さんに教えてください。いや、本当に自分で取ったっていう感覚がなくて、チームメイトがたくさん自分にボールを集めてくれたおかげだと思うので、本当に感謝したいです。ゴール数もそうですけど、ゲームを決めるような大事なゴールも多かったと僕は思うんですが。そうですね、本当にそういう苦しい場面で決めれたのは自信になりましたし、チームが僕に最後信じてゴールを集めてくれたおかげだと思うので、ありがとうございます。本当におめでとうございました。